ミルガ・サン・キャジム・オングル・イベジロフは、アゼルバイジャン人の革命家であり、26人の、バクコミッサールの一員である。1889年、ロシア帝国エリザベトポリケン、主社で教師の家庭に生まれた。祖祖父は、カラバフ藩国のイブラヒム・ハリム・ハンに仕えた、高官であった。地元の実家学校に在学中から、革命運動に関わり、政府から弾圧を受けた。 1915年に、キエフ小科学院に入学し、その後バクルで教師として働いた。所属の革命組織は、社会革命党であったが、1917年からは、第一次世界大戦への参戦継続に反対する、左派分派指導者となり、ボリシェビキと共同するようになった。同年初頭の数ヶ月間故郷、主社で革命運動に携わり、その後バク府へ戻って、 ソビエト執行委員会メンバーについた。メディアを再生するコミッサールらの葬儀の様子翌1918年に、バクーコミューンが成立するとその農業委員に就任した。同年のムスリム虐殺に関与したとの主張があるが、一方で虐殺を食い止めるために尽力していたとの主張もある。5月からは、バクー軍のメンソビエト執行委員会副議長となり、 翌6月18日には不動産の古作農への上の再配分令に署名している。しかし、コミューンが崩壊すると、社会革命党に捉えられ、他のコミューン船員と共に9月20日に銃殺された。ありがとうございます。